ナジュラーンは、サウジアラビアの都市。イエメンとの国境を接するサウジアラビア南西部にある、ナジュラーン州の州都、標高百2 9 3メートルと高地に位置する。1974年の人口は47,500人で、あったが、2004年には約24万6,000人、2010年には50万5,652人まで増加し、サウジアラビアでも、 急速に増加している都市である。日本では、ナジュラーン、ナジュランと表記されることもある。サウジアラビアに属するが、歴史的には、イエメンとの関係が深い。紀元前9世紀には、ナジュラーンの存在が確認されている。アラビア半島南部に小王朝が併存していた古代、イエメンに独立した政権が樹立された中世において、ナジュラーンは、シリアと、 ペルシア湾を結ぶ交易ルートの中継地として反映した。また、農業が可能なオアシス地帯に位置するため、古代からアラビア半島有数の重要拠点として機能していた。ワディナジュラーンソイノウフドード遺跡には、サワー王国時代の碑文が残る。2世紀末にエチオピアのアクスム王国がアラビア半島に進出した際、ナジュラーンはアラビアにおける アクスム第二の拠点とされ、大官が置かれた。6世紀のヒムヤル王国時代に南アラビア有数のキリスト教徒の拠点となり、523年にヒムヤルオーズニワースによるキリスト教徒の弾圧で多くの殉教者を出した。こうした歴史的経緯から1934年にサウジエメン戦争でサウジアラビアが勝利を収めるまでの間、ナジュラーンは時に イエメンに支配され、イエメンからの影響を強く受けていた。伝統的家屋に見られる、防水のための漆喰に施された装飾には、イエメンからの影響が見て取れる。1965年から、旧来の市街地に隣接する土地で新市街地の建設が開始、新市街地は、ファイサリーヤと命名された。新市街は、住宅地、公園、学校、 病院といった施設が整備され、周辺では工業団地の建設も進められている。2018年、隣国イエメンの反政府勢力風刺が発射した弾道ミサイルが市内に飛来した。1293メートルと高地にあるために比較的穏やかである。ナジュラーン地方空港がある。2006年に設立された国立大学のナジュラーン大学がある。 サッカーのナジラーンクラブが本拠地としている。ありがとうございます。